こんばんは。こんばんは。あ、声が出てるじゃないか。声が。OK。こんばんは。今日も来てくださってありがとうございます。ちょっと声が初め出ちゃってたごめんなさい。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。皆さんお元気でしょうか。ティッシュありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。イベントにもイベント今日は最終日です。たくさんティッシュって言ったらティッシュありがとうございます。たくさんアイテムで応援してくださってありがとうございます。四大都市ジャックというイベントの中の、大型ビジョン名古屋フリーに参加させていただいております。今日は最終日ですのでよかったら応援よろしくお願いします。たくさん応援本当にありがとうございます。はい、今日もお時間作って見に来てくださってありがとうございます。まあ、今日も、ね、トーク多めでゆったりできたらいいなって思います。はい、ありがとうございますね。明日がいよいよ本番ですね。ありがとうございます。ティッシュたくさんありがとうございます。とうとう明日ですごく明日ですね。だ早いですね。本当早いもんです。だってまだ11月の頭かなと思ったらもう明日で、はい、すごく皆さん楽しみにしてくださってありがとうございます。はい、今日もいろいろと準備していました。はい、生姜も今日は柚子生姜です。飲み物暑くてたくさん飲めないけど、はい、ありがとうございます。山根くさんシンボーヌさんありがとうございます。ありがとうございます。本番は龍角散水を溶かして準備していたいと思います。あんまり飲む時間もないから、でも練習でもあんまり飲まずに全然通せてるので大丈夫かなと思いますが、本番直前は龍角散水とか蜂蜜、生姜、飴というのもつけたので、あと皆さんから以前いただいたライブ、以前のライブでいただいた喉にいいものが、喉にいいいろいろなのいただいてまだ少し残ってたので、それをお湯で温めたり飲ませていただいたりとかして喉にいろいろと、はい、喉を潤しておりました。明日忘れ物がんで心配です気をつけます。ギターと体に一つあればなんとかなると思うんですけど、はい、あと衣装ね。はい、よし、皆さんも明日気をつけて来てください。お越しくださいね。お越しくださる方本当にいろいろと来るまでにいろいろと気をつけてお越しくださいね。では自分次第から歌わせていただきます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。オリジナル曲自分次第でした。ありがとうございました。あ、ちょっとクルクルしちゃってて大丈夫かな。あ、失礼しました、失礼いたしました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。改めましてこんばんは。今日も時間作って見に来てくださってありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、たくさんパチパチありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと地震が起きます。山猫さんありがとうございます。 OK、 大、お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 、ありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。あーでね、ありがとうございます。伊手田さんありがとうございます。皆さんこんばんは。あれ、なんかどっかコメントが飛んでったような気がするんだけど、 SNS ありがとうございます。明日のライブ頑張ってください。ありがとうございます。ゆわちゃんさんありがとうございます。明日行かれなくなりました。同じ東京から応援してますからね。ありがとうございます、ありがとうございます。了解いたしました、承知いたしました。皆さんね、今回お越しいただけない方も遠くから応援していただけると嬉しいです。あ、違う違う違う、画面が地震画面が地震、画面が揺れちゃう、画面が揺れてちょっと画面が少々揺れますので、はい、はい、ボクさんありがとうございます。明日のライブ楽しんできてね、楽しんできます。はい、あ、喉鳴っちゃった、ありがとうございます。はい、ちょっとまだ暑いです。生姜湯まだ暑くて全然飲めない。よし、で明日もコロナ感染対策バッチリで皆さんにもご協力いただきたいと思います。ありがとうございます。安心で安全で楽しいライブになるよう皆さんで頑張りましょう。我慢しなきゃいけないところもありますが、明日はその出演される共演させていただくアーティストの方々とは初の顔合わせです。なのでそこもすごく緊張していますが、すごく楽しみです。初めてご挨拶させていただくので、ね、まずご挨拶できるかどうかもわからないのですが、そう、もし楽屋とかありまして時間とかあったらコンコンコンって、コンコンだっけ、そうしたいなって思ってます。緊張しすぎて喋れないかもしれないけど、はい、どうしよう、そっちの方が緊張するかもしれない。うん、佐々木さんありがとうございます。ちょ、コスプレね、あ、すごい喉鳴るね、ごめんなさい。コスプレね、いや、恐れ多いです。はい、私は密かにつつましくコスプレを頑張りたいなって思います。椿さんありがとうございます。ようくんさんありがとうございます。はい、ねえ、衣装もね、今回はって言うんだろう、まあお楽しみに、なんかいろいろと、なんて言うんだろう、ワードを言うとすぐ分かってしまいそうなので、はい、
こんばんは。もうすぐ東京に向けて出発、緊張してきました。気つけてお越しくださいね。よし、皆様本当に遠くからありがとうございます。ぜひ明日楽しみに。のんちゃんさんありがとうございます。こんばんは。はい、では今日は2、3曲歌えたらいいなって思います。テッキーさんありがとうございます。あ、アイさんのストーリーいいですね。よし、うん、シボーヌさんありがとうございます。あ、もう今日た、あ、もう東京楽しんでいらっしゃいますかね。東京、あれ、どこ行かれたんでしたっけ、ここ行かれたんでしたっけ、見ましたね。ありがとうございます。早くからありがとうございます。スピン坂結構急、滑りそう、急ですか、ちょっとどんな感じかまだ行ったことないから、坂っていうぐらいだもんね。はい、あ、結構急ですか、皆さんそこも気をつけて、私も初ですね。よし、雨だとね、気をつけないとですね。はい、よし、ではアイさんのストーリーから歌わせていただこうと思います。よし、ではリクエストありがとうございます。リクエストありがとうございます。マイさんのストーリー歌わせていただきます。限られた時の中でどれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの想いをどれだけあなたに伝えられるだろう。ずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた。今私が のストーリーでした。ちょっとマイクが高いな。よし。うん、なんか引っかかるぞ。何かが引っかかる。うん。オッケー。
よし、ありがとうございました。愛さんのストーリーでした。リクエストありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バズルキノコさんありがとうございます。パチパチ皆さんありがとうございます。一人じゃないから、リーホンさんありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。よし、こんな感じでゆったりゆったり歌っていこうかなと思います。ゆうさんありがとうございます。つばきさんありがとうございます。まねこさんありがとうございます。たくさんイベントも応援ありがとうございます。原哲さんありがとうございます。ゆしさんありがとうございます。さきさんありがとうございます。まんまささんありがとうございます。ななしちゃんさんありがとうございます。りざさんありがとうございます。ましさんありがとうございます。そうですね、緊張せず、緊張ほどよい緊張でいけたらいいなと思います。緊張しすぎて飛ばないかだけが心配ですね。はい、よし、カブトムシ、あ、生涯カブトムシですね。コペさんありがとうございます。はい、そうですね、テレビの配信ではいろいろとね、あのライブの、ね、ライブどんな感じだったかとか、ね、あと新曲配信ではフルで初めて歌わせていただけるかなと思います。ありがとうございます。椿さんありがとうございます。そうね、ステージに立っちゃえば意外とね、あの意外といけるかなと自分でも思っておりますが、なんかなかなかどうイメージがつかなくて、どれだけの、ね、方々なのかとか、そう、まあ大丈夫だ、大丈夫大丈夫、いけるいける。よしね、はい、常日頃の配信も活かせたらなと思います。活かせるようにね、頑張ろうと思います。ゆうさんありがとうございます。はい、カブトムシ久しぶりにいいですね。冬の曲だからもうそろそろシーズンですね。コッペさんありがとうございます。あ、そうだろう、ちょっとそれはまたね、ちょっとわからないです。 YouTube にアップできるかどうかは。はい、森川さんありがとうございます。と確認取らないとかなと思いますので、また上げれたらアップさせていただこうと思います。ポンさんありがとうございますね。そうで振ってくださいね、ぜひ。私からもう手を頑張ってやらせていただきたいんですが、こんばんは、初見で見てくださっている皆さんもありがとうございます。裸の心もいいですね、あいみょんさん。なかなかね、こうコロナ禍で声を出していただいたりとかいけないけど、その中でも楽しめたらなと思います。では、愛子さんのカブトムシ歌わせていただきます。あ、2番いいですね、2番歌わせていただこうかな。どこかな、
鼻先をくすぐる春から。あ、なんでこんなごかぽにしてるのさ。でした。あ、引っかかっちゃった。あいこさんのカブトムシでした。リクエストありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。高いとこ出た。こうちょっと綺麗に出たかな。よかったよかった。ありがとうございます。徳明さんありがとうございます。徳明さんありがとうございます。ゆくんさんありがとうございます。大西さんありがとうございます。ゆくんさんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。感じかな。ありがとうございます。のりさんありがとうございます。こんばんは。お仕事などお疲れ様です。日曜日もお仕事お疲れ様です。ねこくまさんありがとうございます。今ねこさんありがとうございます。ありがとうございます。あーちょっとかかった。待って。ヒロさんありがとうございます。徳明さんありがとうございます。ケノミさんありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。こんばんは。タマムシさんありがとうございます。そしてよろしくよろしくお願いします。ソピーさんありがとうございます。綺麗な子でよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ミラさんありがとうございます。久しぶりのカブトムシ素敵でした。ありがとうございます。あーありがとうございます。徳明さんありがとうございます。そうね、あーうるさのラブソングいいですね。プラネタリウム、あープラネタリウムですね。あ、虹色、あ、虹色系のいいねって言ってましたよね。パセリさんありがとうございます。トクミさんありがとうございます。アヤさんありがとうございます。こんばんは。
宝心で一曲歌わせていただいたら、お話トークタイムにしようと思います。やっちゃうな、裸の心と、あと何がいいって言ってたっけ、だっけ、教師さんありがとうございます。ライブ成功しますように、ありがとうございます。伊藤さんありがとうございます、ありがとうございます。あいみょんさん多いですね。マリゴールドじゃない、じゃられた、マリーゴールドとか、キャップさんありがとうございます。はい、トークをね、この後やらせていただこうと思います。ランタイムでもいいし、はい、明日への手紙聞きたいです。書くなので、あーどうしよう、明日への手紙いいかな。椿さんありがとうございます。前夜なのでね、お箱で、たくさんリクエストをもらうほどありがとうございます。では手島葵さんの明日への手紙出していただきます。すみません、すごい優柔不断で何も歌いたくて、リクエストたくさんありがとうございます。うん、では行きます。クエストありがとうございます。人は迷いながら揺れない。
うございました。手島葵さんの明日への手紙でした。ありがとうございました。ありがとうございます。リクエストありがとうございました。ありがとうございます。はい、たくさんぼちぼちありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんたくさんプレゼントもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろさんありがとうございます。梅さんありがとうございます。すごーく、よかった、よかったです。ありがとうございます。清正さんありがとうございます。最高です、ありがとうございます。はい、ではカバーは今日はここまでにさせていただこうと思います。はい、ありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。ラテツさんありがとうございます。ヨクさんありがとうございます。ではツワヒさんありがとうございます。コトさんありがとうございます。では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 、トークタイム入らせていただこうと思います。たくさんリクエストありがとうございました。ありがとうございます。9時までお話しさせていただこうと思います。中高さんありがとうございます。お最高でした。ああ、すっごい喉鳴る。最高でした、ありがとうございます。マシーさんありがとうございます。マッチンさんありがとうございます。明日は学校行ってからライブ会場に行きます。ありがとうございます。緊張してきました。エタチャーさんありがとうございます。ホワカさんありがとうございます。ヒーローさんありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。ぬここまさんありがとうございます。ありがとうございます。いやね、緊張、私も緊張、なんかそこまで爆発しなくてよかったな。はい、まあそりゃね、あれ多分緊張して、多分そわそわしてると思うけど、どっちも頑張ろうと思います。はい、よし。ねえ、もう思ったより前夜でね、緊張のあまり発表してなくてよかったです。そらちゃんさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうしよう、なんかねえ、東京でも何か美味しいもの食べたいなって思います。ねこねこさんありがとうございます。ありがとうございます。今ねこさんありがとうございます。はい、たるまりさんありがとうございます。よし、美味しいもの、ね、何食べようかな、何食べようかな。なんかあ、人形焼き食べたことあります。修学旅行で浅草に行った時に人形焼きをたくさん買いすぎました。のりさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、でもメロンパン、この前ガヌレ続けるの時にスタッフさんが買ってきてくださったメロンパンがすごく美味しくて、今でも記憶に残ってるので、そこのメロンパンどこだったかなって聞くの忘れたんですけど、見つけれたら食べたいなって思います。シボンヌさんありがとうございます。あ、東京で北海道、すごいすごい距離の一気に堪能ですね。はい、なんか形はそのメロンパンはその切れ目が入ってるじゃないですか、メロンの。それがなくてちょっと小さめの
薄い色で中にあのメロンペーストが入ってました。はい、こんばんは。逆に私から質問、皆さんに質問、そうかな、怒りないけど応援してます、ありがとうございます。すごい美味しかったんですよ。そう、質問、ライブのことに関してから質問どうしよう、食べ物ばっかり出てくる。質問ね、何かあります？質問、ジョブさんに質問ね、なかなかね、ライブとかで、ね、皆さん共通で何かあの一緒になんか独特の手拍子のリズムとかなんか独特のなんかね、決めれたらあったらいいなってずっと思ってるんですが、ライブでそういう曲もまた新しく盛り上がれる曲作りたいなって思ってます。なんか手拍子っていうか、なんか独特の手拍子とかなんかあるじゃないですか、振り付けとか、なんかなんて言うんだろう、ね、なんかまた盛り上がれる曲が作れたら、なんかこういう風にしたいねとか一緒になんか考えれたらいいなって思います。まあ、タオル振り回す曲もあったらいいなってね。ペンライトは紫かな、紫だな、紫がいいですね。今私がそう手振っていただいているんですが、あ、全然おたげまではいかないです、おたげまではいかないけど、なんかいろんな方々のライブとかライブ映像でしかなかなか、ね、今まで見たことないんですが、大島康幸さんのライブとかでもなんかすごく独特の手拍子のなんか独特の手拍子の仕方だったりとかリズムだったりとかそういうのあったらなんかすごくあの手拍子でも楽しめるなと思ってね。おたげまでは難しいしね。はいはい、よし、はい、明日の髪型はもう決めました。はい、可愛くしていきたいなと思います。123はいみたいなのもね、いいですよね。掛け声ができるようになったらなんか掛け声決めたいなって思ってます。セーラームーンの手のポーズ、はは、著作権が申し出しない、あのね、申し出しないですね。はい、三三の拍子、どうなんだっけ、三三の拍子って、よし、あれ、まあ、あの応援ですよね、応援のなんだか、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、なんだっけな、あの運動会のだよね、そう女たちちょっと無理がある。みんなで女女たち懐かしいね、サン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 の拍子、それ123って太鼓叩いてね、はあ、懐かしい、独特すぎるよ、サンサンの拍子ってなんだっけ、1なんだっけ、他なんかあったよ、なんかねえ、わ、懐かしい、サンサンの拍子、ソーラン節とか、え、何それ、一本締め、何それ、初めて聞いた、え、三本締め、
なんとそれ、知ら、初めて聞いた。どんな感じ？え？初めて聞いた。私が忘れてるだけかもしれない。ヨーパン、そう。私、運動会ではやらなかったな。あ、飲み会の方、宴会とかそういう感じか。あ、そっち？あ、そっか。まだ知らないな。まだ、多分、二十歳過ぎたら知るのかな。はい、運動会で確かにそれやらないわ、普通やらないな。運動会でなんかそういう、なんて言うんだろう、皆さんの運動会の時にはなんかそういうのがあったのかって思いました。日本人みたいな、そういうこと言って。はい、なんかだいぶかけ離れちゃったけどね、ダダンタイムになったでしょうか。毎回なんかね、そうだいぶ忘れちゃうダダンタイムだってことを、まあ、話できてよかったです。はい、ね、はい、ありがとうございました。皆さんトークお付き合いくださってありがとうございます。ではそろそろ時間になりましたので、オリジナル曲入らせていただこうと思います。では今日も、そうですね、私と私ショートカットバージョンでから入らせていただこうと思います。楽しかったですか？よかったです。はい、ありがとうございます。皆さんも面白い話ありがとうございます。まさか337拍子まで行くと思わなかった。はい、では行きます。賃貸さんとの夢応援ソング、私と私でした。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。はい、この曲 MV が YouTube にアップして、 MV を YouTube にアップしていただいておりますので、よかったら聴いてみてください。各種サブスクでもダウンロードしていただけますので、よかったらダウンロードよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ございます。たくさんプレゼントもありがとうございます。
また、賃貸さんの六本木の大型ビジョンにもこの曲の MV 流していただいておりますので、ぜひお近く行かれる時ありましたら、行かれた方もいらっしゃるかな、明日か明日とか行かれる方いらっしゃるかな、はいはい、あれ飛んじゃったごめんなさい飛んじゃった、ぜひお近く行かれる時ありましたら見てみてください。明日行く、ありがとうございます。はい、あとチンタさんのラジオでラジオ CM ソングとしても使用していただいております。ラジコというアプリをインストールしていただいて、ぜひ、チェックしていただけると嬉しいです。全国放送番組はキャリーパンフェム、キャリーパンフェムチャプターゼロタチワハートという、放送番組です。はい、よし、ではあとそうですね、もう一つ宣伝させていただきます。ダムライブ行けないけど頑張ってくださいね、ありがとうございます。に行きますね、ありがとうございます。キリノさんこんばんは、ありがとう、お邪魔します。初見で見に来てくださっている皆さんもありがとうございます。こんばんは、お邪魔、いらっしゃいませ、お邪魔してください、ぜひ。はい、あと、11月17日水曜日から、配信リリースされております新曲2曲、オトマジェクシと閃光花火、各サブスクでダウンロードしていただけますので、よかったら、ダウンロードしていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。たくさんダウンロード本当にありがとうございます。明日のライブね、初めて生でフルで歌わせていただくので、ぜひ楽しみにしてみて、していただけると嬉しいです。新曲めっちゃ聴いてる、ありがとうございます。聴けば聴くほど聴きよく聴けば、ありがとうございます。猫猫さん定期ありがとうございます。毎日聴いてます、ありがとうございます。おにぎりしてます、ありがとうございます。はい、ハンドクを聞いてます、ありがとうございます。ね、そうね、スルメ的な、スルメ的、スルメ的、嬉しいなと思います。新曲毎日聞いてるよ、ありがとうございます。目覚ましオトマジャクシです、あら嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。リコさんありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。オトマジャクシおきにです、ありがとうございます。はい、どうありがとうございます。はい、どうしようかな、今日線香花火ちょいロングバージョン、ちょいロングバージョンいこうかな。はい、まあちょっと短すぎたかなと思って、はい、線香花火前よりちょっと長めバージョンの1フレーズ歌わせていただきますどこから歌おうかな、どこから歌ったら一番かな、タタ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 、こっから歌うとほとんどになっちゃうかな、まっか、あたらたた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 、君の笑顔にパッと咲く花、ここから歌おうかな、ほぼアンコーラス
じゃない、結構。だったらワンコーラス歌った方がいいかなと思うけど、こちらの方は YouTube にもね、フルでアップされておりますし、ほとんどワンコーラスじゃん。ほとんどワンコーラスになっちゃうから、先行アラビありがとうございます。そうね、こちらの方はフルで聴いてもいただけてるので、ワンコーラス歌わせていただこうと思います。うん、ではいきます。線香花火でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。てん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 、はい、たくさんまちまちありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、ワンコーラスでちょうどよかったかな。前もちょっと短すぎたから、ありがとうございます。ごめんさん、ありがとうございます。たくさんプレゼントもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコニコさん、ありがとうございます。新曲素敵、明日の成功を願って、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ひろみちさん、ありがとうございます。サピーさん、ありがとうございます。佐々木さん、ありがとうございます。毎日リピートしてます、ありがとうございます。あやおさん、ありがとうございます。ようめいさん、ありがとうございます。夏の香りがしてくるね、いい曲、ありがとうございますね。線香花火で最後の音もなんかしんみりする、最後の線香花火の音もね。リリックビデオ皆さん見てくださって、たくさん見てくださって、コメントも私からいいねは押せないのですが、キャットエンターテインメントさんの YouTube チャンネルの方で見てくださってありがとうございます、ね、コメントも読ませていただきました、ありがとうございます。はい、よし、ではあとはご挨拶で終わらせていただこうかなと思います。よし、ありがとうございます。ね、明日は、明日はそうですね。皆さんすごく注意事項を確認してくださってありがとうございます。ありがとうございます。明日は、すごく残念、本当に残念なのですが、サイン会や、ね、プレゼントなどは、交流会は、行いませんので、このところは理解ご協力よろしくお願いします。すごくね、悲しい、もう本当ね、すごくすごく残念な気持ちでありますが、ご我慢して、またいつか、いつかコロナが収まってもう大丈夫ってなったら、またいつかね、たくさんお話しさせていただきたいなと思います。はい、でも本当に明日皆さんに直接お会いして、直接歌えることを本当に楽しみに、直接ね、
向かって皆さんに向かって歌えること本当に楽しみにしておりますので、ね、ぜひ歌で意思疎通というか、なんて言うんだろう意思疎通というか、ね、皆さんでなんて言うんだろう、お話できなくても楽しんでいただけるように、ね、明日頑張って楽しみたいなと思います。はい、ありがとうございます。皆さんで一体感で楽しみましょう。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。徳明さんありがとうございます。ぬここまさんありがとうございます。ライブの成功に乗ってます、ありがとうございます。応援してます、ありがとうございます。ありがとうございます。コッペさんありがとうございます。はい、ではそうですね、いい時間になりましたので、ここまでで終わらせていただこうと思います。あ、ありがとうございます。なんかリハーサルとかいろいろと頑張って練習していて、その母には聞いてもらったんですが、どうかなって。そしたら寝ちゃうって寝ちゃうっていう感想をもらったので、皆さんね、なんかまあ、ね、寝ていただいても大丈夫ですが、倒れないように。はい、森川さんありがとうございます。なんかありがとうございます、楽しかったです、ありがとうございます。はい、では皆さん明日に備えて私もゆっくり休みたいと思いますね。明日来ていただける方も来られてる方もね、いらっしゃいますが、気をつけてお越しください。はい、遠くから応援してくださる皆さんもね、本当に遠くからまで届くに頑張って出していただきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。イベントの応援最後までたくさんありがとうございます、ありがとうございます。本当に短い時間で、毎日の配信ではなかったのですが、その中で5位という上位のランキング、ありがとうございます、ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、ね、本当盛りだくさんな月ですが、皆さん応援ありがとうございます。いつも見てくださってる皆さん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。初めて見てくださった皆さん、ありがとうございます。はい、ね、いいなと思っていただけたら、これから聞きに来ていただけると嬉しいなと思います。潜って聞いてくださってた皆さんもありがとうございます。たくさん温かいコメント、リクエスト、ナイス168個も、ね、プレゼントたくさんありがとうございました。では今日はここまでで終わらせていただきます。どうしよう、明日、緊張してきた緊張しますね。明日早起き、寝坊しないように、まあ、学校だから寝坊しないけどね、準備満タンで今日はゆっくり休みます。ありがとうございました。明日すごく楽しみにしてます。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、おやすみな。